レディオアクアス、アクアス、アクアス、ドゥルルドゥン、アクアス、エイト、ドゥワアクアスエイト、木八。はい、はい、この番組は栃木県那須塩原市サスイスクエアアクアスにありますスタジオアクアスから生放送でお送り しております。はい、はい、今日の担当は私和歌と DJ トムです。はい、コウさんです。お世話は和歌です。はい、今日6月の18日ですね。そこで迷わない。さらっとさらっと。今日は戦勝の日なんですけど、戦勝、あれ戦勝じゃないんですか、今日何でしたっけ。戦勝、今日戦勝ですよね。戦勝からの紹介しようと思ってここ間違えてたらどうしよう。なんか戦勝、先に勝つと書いて戦勝というようなゲストさんというふうに紹介しようと思ったんですけど、多分合ってると思います。はい、今日お越しいただいたゲストさんは那須からお越しいただきました、那須ハンプの大島俊明社長です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。野原ピープルパート1。では先ほどご紹介させていただきました大島社長、協力お願いします。はい、よろしくお願いします。いろいろですね、お仕事されてるんですけれども、はい、まずは、本業の、はい、その那須ハンプ、はい、ハンプって何ですか。ハンプ、ハンプ、まあ、テントシートの生地とか、あとカバンの生地ですか。ああ、はい、なるほどね。それでハンプ。そうですね。それを、まあ、一括としてハンプと言います。かっこいい言い方するとキャンバスとも言いますけどもね。キャンバスとも言いますけども、はい、なんかそれをかっこいいと感じるのあんま若くないですか。なんか時代的にハンプの方がかっこよくないのか。ああ、そうですね。この漢字も結構かっこいいですね。ありがとうございます。でも何しろ社長さんはかっこいいですよね。そうそうですね。ありがとうございます。ありがとうございます。巷では的場浩二言われてる。照れちゃいますね。はい、はい、社長さんは勢いが。はい、ある社長さんなんですけども、その、はい、特にどんな感じでやられてるのか教えていただけますか。営業内容です。はい、が、まあ、営業内容はテントシートの加工、製造、販売をやらせていただいてるんですけど、まあ、内容的には応援幕とかですかね。よく関東大会出場、学校の前とか。そうですね。そういったものとか、あと高速道路に制限速度100キロ以内で走りましょうとか。まあそんなようなのあるじゃないですか。そこ笑うとこいない。100キロでいいんだよね。そうですよね。あと ETC 出口はこちらですよ。横断幕とか、まあ、あと看板もそうなんですけども、看板、はい、もうやらせていただいております。あと保冷バッグとかよく ありますよね。なんだろう、ディスカウントショップ行きますと、銀色の、うん、はいはい、キラキラした、ああいったバッグとか、そういったものを製造販売しています。はい、これ、何かその、布、はい、それで保冷バッグ作っちゃうんですか。布も中にそれをプラスして入れ込んだりですか。はい、あとその銀色の、まあ、乗車クロスっていう生地なんですけども、うんうん、それ表も裏もそれで仕上げたりとか。ちょっと大きめのやつとかもできるんですかね。そうですね。はい、ね、若ちゃん、北海道かなんかと一緒に入れてみてあげて。
夏、夏近いこの時期にね、若ちゃん今日凍傷になりかけてね。信じられない人だよね。どういう冷え性なんですかみたいな。いや、今日ちょっとあのここ来る前に1時間ぐらい外で立ち話してて、ふと気づいたらこう、もう指先に血の気がなくて。そう、寒くないだろうって。そうなんです。じゃあぜひちょっと私の人型ぐらいのやつ。あれ、なんかこれトマトラーメン、ラーメン屋さんの看板がなんかありますけど、はい、これは何なんですか。これもあの印刷をしまして、そこにあの、まあ、テントの生地に印刷してるんですけども、あ、はい、テントの生地なんだこれ。そうですね。お、はい、え、じゃあこう紐とかでこうキュッキュッって結べば。そうですね、はい。じゃあ日替わりランチなんて、これ別に7枚用意しとけば。あ、それを毎日毎日、そうですね。おお、はい、そういったことをやらせていただいております。はい、あ、これちょっとここ全部見られちゃうとね、後の話題がなくなるから、ね、ちょっとここら辺だけ感アップになる。意外とこういうのってお店とかであれだよね、ちょっと使う。そうですね、そうですね、はい、あ、そうですね、ここのこのところ、ね、それがあのテントとかを作る布に印刷をしてる。印刷をして、はい、そうですね。もうフルカラーで綺麗な色出ますよね。出ますね、うん、はい。その横にあるラーメンの写真でしょ。ラーメンねえ、もう本当にこの写真ですもんね。え、だってテント用の布でこんな綺麗な色とか出るんですか。今出ますね。20年前はもうでこんな作れなかったんですけども、うん、はい、これはいいですね。そうですね、もうまさしく20年は経たないけど、ええ、15年ぐらいになるのかな、あの、はい、たまたま、まあ、私のちょっと本業の方の仕事で、うん、その布で看板っていうんですか、あのあんまり言うとバレちゃうかもしれない、焼肉屋さんのメニューを外にこう貼りたくて、って言っていろいろ探して印刷してもらったんだけど、結局そこの社長がそれ肉の色がね美味しそうに見えないっつってね、とんでもないお金かけて試し釣りしたの全部捨てちゃいました。いや、これじゃダメだよねって、いや自分も思ったんだけど、やっぱ色が鮮明に出にくかったね。え、うん、これすごいよね。いや本当に鮮やかで見るからに美味しそうですもんね。これ湯気も見えそうな感じですもんね、はい、すごい、うん、これあれね、ちょっとどんどんおすすめして、多分使いたいところあると思いますよこれ。そうですね、あ、もういいっすよカメラさん。なんか手がピクピクしてプルプルしてきて、ほんとこれこのチャーシューがまた美味しそうですね。そうですね、まあ、これ仕上がった時に私が食べてるのをあの Facebook で、はい、アップして、結構好評でした。うん、あれなんかこれまだいろいろ書いてあるじゃないですか。テントシート応援幕いったの横断幕テントトラックシート、はい、トラックのあの平シートっていうんですけど、普通にかぶせるタイプのシートとか、はい、あと何でしょう、あのホロのついた、はい、ああいったものもやらせていただいておりますね。え、ホロってあのジープとかのホロ。そうですね、あれできちゃうの。そうですね、ああいうものとか、はい、あれもね結構昔そういうの乗ってたんだけど、ええ、あれ作ってくれるところがなくて。そうなんですよね、ジープとかってさ後ろがこう何もなくてこういう鉄のパイプだけ骨組みだけ あるじゃない、はい、でも古くなってるとあのなんだ鉄のパイプとかもね少し歪みとかが出ててね、メーカーから新品取り寄せてバサッてかぶせても入んないんだよ。あ、そうなんですよね。で、採寸して作ってもらわないと、うん、そうですね、そういう、まあ、マニアックな話はいいけどね。日よけ間仕切り、はい、日よけ、日よけ、まあ、日よけはあのよく店舗とかの軒先ですね。ああ、はい、え、でもその店
本の軒先にこれプリントしたやつで日よけにしちゃうとまたかっこいいですよね。ああ、それもありですか。それもありですね。ああ、すごい、それいいですね、はい。まあ、やったことはありませんけどもいいと思いますよね、はい。そしてここからなんですよ、はい、庭の手入れ、はい、庭の手入れって草むしりとかしてくるんですか。それシルバー巡回戦って言うんですか。まあそうですね、松とか、はい、ええ、あと銅弾ツツジとかそういったものですね。お、ええ、剪定ですね、はい。テントでもハサミ使うんで、あ、ええ、ハサミ使うのが僕得意なので。あ、ハサミ屋さんいますか。得意ですけど。あ、そして新築、増改築、リフォーム。そうですね、はい、新築増改築、はい、やらせていただいております。リフォームこそもそうですけど、はい、人生をリフォームしたいとかつなぐんですか。はい。人生あなたのジャンルができたら。すいません、ちょっとね、すいません、話を戻しましょう。そして各種保険、これは後付けなんですけども、後付け。あ、まあ僕の家内があの、はい、保険屋さんをやってるもんですから、ついでに私のもちょっと営業で出してよなんて言われちゃいまして、じゃあ、あんじゃ出させていただきますということで書いてあります。でも奥さんのあの人柄だったらね、保険とかすごくいいんじゃないですか。そうですね、小柄かな奥様ですね。ということで、まあ、じゃあ、あとは若ちゃんお任せします。そうですね、じゃあ、まあ、ちょっと若干この豊富の部分をちょっと広げさせていただきたいなと思うんですけども、はい、実は うちの方もですね、一度お願いしたことあるんですよね、はい、ちょっとサッカーの方の関係の方でちょっと連盟の方で出す、はい、まあ、それはシンプルなものだったんですけども、はい、あのオーダーして、うん、あのいろいろこう相談に乗っていただいてしっかりしたものを作ってくださるので、まあ、仕事が早い、仕事が早く丁寧なので本当にありがたい。ありがとうございます、はい、かっこいい。ルックスだけじゃないですね。仕事もかっこいいですね、はい、なので、まあ、ぜひこう僕でどこに頼む、結構あのネットで頼まれる方も結構多いです、ね、どこに頼んでいいのかわからないんですよね、結構多くて、私たちもそうだったんですけど、で今いろいろとネットでも出てるので、でもこうせっかく地元でこうお仕事されてるところがあるので、そういうところにお願いした方が実際に物も見たり目と目を合わせて相談できるので、あとね、この本当あの日よけとか間仕切りとか、うん、あとその看板のねやつとかで、それテント屋さんに頼むって思ってない人が多いと思うんですよ。あ、そうですね、あのこれぜひね、うん、はい、あのなんだろう、気軽で手頃で同じか、あの、あ、ここにちょっと間仕切りあったらいいなって言っても、大工さんに頼ん、大工さんに頼んでってそっちもやってんのか。大工さんに頼んでさ、壁を作っちゃうほどでもない、たまにそこで通りたいしとかっていう時もね、ちょっと相談してみるとね、これはいいかもしれない。そうですね、さらにあのこうリフォームとか増改築もされるから、はい、その実際にここにこうなんていうんですかね、貼りたいとかっていう時に、はい、そこのなんですかね、工事もやっていただけるんですね。そうですね、一括して、うん、そうですね、去年あたりやらせていただきましたね、洋食屋さんなんですけど、はい、意外とね、今ネットで検索すると大型の看板とか、なんていうのそれ、お店の前にレコドーンっていう幕とか、うん、ね、あのバカみたいな値段とかでやってるところもあるんだけど、うん、そういうところで頼んだ人が商品が届いた、
なんか見た目と思ってたのと色が違ったりとかっていうのもあるし、それ以前にね、え、これどうやって止めんのとか、そこですよね、あれこれ合わないじゃんとかって、うん、結構ね、そういう相談を私受けたりすることがあるんだけど、そういうのやっぱりね、起こさないために最初からもう相談した方がね、いいと思う。実際あの現場まで来ていただいて、うん、はい、ちゃんと採寸していただいて、じゃあこういう、あとはその場所によっても生地選ぶものも違ってきますよね。耐候性、耐候性、そうですね、日当たりの良いところに設置をするのか、日陰に設置をするのかでも値段、あの耐候性のあるものとないものでは値段がちょっと違いますので、すごく細かく、そうですね、はい、じゃあここだったらちょっと切れ目入れた方がいいか、あ、まあ、ここだと逆に切れ目入れちゃうと裂けやすくなるんじゃないかとか、うん、そういうところも考えてちゃんと現場を見た上でそれに合った布も選んでくださるので、はい、すごく本当に。あとはね、まあ、地元の特典としてやっぱり、まあ、例えばそれラーメン屋さんでさ、うん、看板頼むじゃない、うん、でそしたらばもうこのね爽やかなスマイルであっちこっち行ってあそこのラーメンは美味しかったよって言ってくれるから、そうですね、それはでもありますよね。いや実際私行っちゃいましたもん、このラーメンの看板美味しそうに食べてるのを見て、あそこのラーメン美味しそうと思って行っちゃいました、うん、私ここに。そうですね、うん、この横断幕の前でこんなになって食べてましたからね。そうなんですよね、絶対メガチャーシュー特盛りなんぐらいで。まあそんなとこですかね。はい、じゃあ、パートはこの辺で次のコーナーに行きたいと思います。レディオアクア。はい、じゃあ次はコウさんの今日は何の日。はい、6月18日の今日は何です。まずですね、海外移住の日です。今日ですね、国際協力事業団というところがありまして、1966年に制定されております。1908年にですね、本格的な海外移住の第一陣781人がですね、ブラジルサントスに移住した日になります。コーヒーですね、当時。続きまして、考古学出発の日です。1877年になりますけれども、大森貝塚、こちらは何区だ、そこは神奈川との県境とかですね、あそこは何区です、あそこは何区なんだっけ、どうでしょうって大田区だ、だから大森海岸ってことなんです、これ大森貝塚ってのがありまして、それをですね、アメリカの動物学者モース博士って方がいまして、そのモース博士はですね、汽車で横浜から新橋へ向かう途中にですね、電車の中からその貝塚を見つけたんです、うん、その電車の中からなんか貝がちょっと溜まってるところを見つけまして、ちょっと調査しようっていう話になりまして、貝塚が見つかったと。それがその大森貝塚、それが日本から始まって以来のですね、科学的な発掘調査をやった日になって、でもそれ発見の仕方は全然変わってきてないよ。最初は本当に原始的なんですけど、ここでワンワンみたいな発掘は変わってきてないそういう日になってます、はいはい、続きまして、おにぎりの日です。おにぎりの日、はい、これちょっとね、面白いんですけども、遺跡でおにぎりが見つかったというところがありまして、遺跡おにぎりの化石っていうのが見つかってまして、それがですね、石川県今のですね、能登町のあたりですね。そこでですね、そのおにぎりの化石が見つかったことで、おにぎりの里っていう地名に、まあ、町おこしとか、そういうのをやっているところなんですね。それでですね、その町がですね、6月18日、おにぎりの日っていうことで、活動しております。まあ、毎月18日が、
米食お米の日っていうことになってまして、うん、まあ、毎月毎月18日で何かのイベントをやってるってことになります。はい、はい、早くも年越しイズもあります。一人喜んでる方がいます。はい、1723年です。だいぶ昔になりますけども、徳川吉宗、当時、江戸時代の町ですよ。足高の姓って聞いたことありますか？足高の姓、はい、こちらですね、人材雇用に関係することです。あちこちのですね、人材雇用でいろんなこう制度を決めまして、いろんな職とかに、まあ、こういう人が向いてるんじゃないか、そういうのを人材雇用みたいな制度を作りましてやったのが徳川吉宗さんで、それが1723年の今日に行われているということが始まっています。続きまして1868年です。明治政府はですね、今の大阪府の大阪の坂っていう字は阪神の阪ですよね。昔は坂でした。昔は坂だった。それがですね、今の大阪の坂っていうのに表記が変わった日です。それ明治政府がですね変えたことになってます。それ1868年ですね、だいぶ昔になりますけども。続きまして1952年です。こちらですね、当時まだ国鉄だった日暮里駅、日暮里駅の上にですね、よくね線路をまたいでこう橋ありますね、その橋がですね老朽化で崩れちゃった。それでですね、その橋の上で歩いてた通行人の方がですね落下してですね、電車に轢かれて8人亡くなったという事故が起きております。古戦況、あ、そうです、古戦況って言ってました。そういう事故が当時あったそうです。すごい事故だね。怒っちゃってるのもね、ちょっとあれなんですけど、でタイミングよくね、その電車が来て轢かれちゃったっていうね、そういう事故があったそうです。はい、続きまして1988年になります。リクルート事件って皆さん覚えてますでしょうか？覚えてますね。朝日新聞がですね、川崎市の条約で、まあ、リクルートコスモスの未公開株を譲渡したという、ね、疑惑のスクープが取り上げまして、まあ、大物政治家とかがずるずる芋づる式に捕まっちゃったという、そういう事件が今日あった日になっております。1988年6月18日ですね。はい、6月18日、今日は何の日でした。那須野ヶ原ピープルパート2 はい、先ほど、うん、結構その他のお仕事について触れさせていただいたんですけれども、はい、そこをちょっともうちょっとお伺いしていこうかななんて思います。だからブルーベリーが行ったりこっち行ったり。じゃあどこから、どこからって言われるの？どこからって言うの？何ですかこれ。これちょっとね、かっこいい、かっこいいよね、ハート、かっこいいっすね。それだけじゃないんですよ、これが、うん、ね、機能性が素晴らしい。なんと屋根の上で若ちゃん踊ってる。素敵なの。いや、踊ってないから。全然それ機能的じゃないよ。車が飛びそうだよ。ああ、なんかなんだっけ、あのマジンガー Z じゃなくて、サンダーバード。まあいいか。これすごい、ここら辺ちょっと見てもらうとあれかな、ね、屋根の上に映った、もうお分かりだと思いますけれどね、太陽光発電が、はい、ああいいっすよ、はい、ありがとうございます。結構今ね、どこでも、もうあっちもこっちもあの太陽光発電のさ、こう斜めになっててさ、ちょっとなんか見た感じどうよって感じもするんですけど、これだったらね、そうですね、これはここで発電したのを自分自宅の電力に、はい、そうですね、
はい、どのぐらいこれで発電できるものですか。どのぐらい。いっぱい。どのぐらい。え、どのぐらい。難しいですね。難しいです。私も難しいですね。どのぐらい。結構一般的な家庭だとあれかな、どのくらい節約なんですかね、これでね。うーん、どのくらいできるんですかね、これ。でもカーポートの上っていうのがまたすごいですよね、これ。うーん、どのくらい。話題を変えましょう。一旦変えましょう。でもこれがそうですね、まあ新たにまあ、お家を建てたとか、あとはちょっとね、家の前の、まあ、別に車置かなくてもあれですよね、玄関前のね、雨よけだっていいんですよね。なんかこう屋根をかけたいなと思ってる場合にはぜひちょっとこれ検討してみると、おしゃれですよね。そうですね。てかこれおしゃれすぎちゃってさ、かっこいいですよね、本当に。いいですね。この壁の部分は看板入れたりとか、お店屋さんとか、はい、さっきのなるほどラーメンですか、これ。このラーメンのここにここにお店の看板としても使えるという。そうですね、劇的なチャーシューの写真とか。そうですね、なるほど。そうすると、あ、もう上も横も無駄にならないんだ。そうですね。じゃあここのデザインも選べるっていうことなんですね。そうですね、はい。素晴らしい。今多いですもんね、この太陽光。そうですね、もう道走ってればいろんなところにありますけど、それがやっぱりこう目に見えるところじゃなくてっていうのがまたいいですよね。だいたいこのスペース遊んでますからね。そうですね、これはいいと思うね。まあどうせだったらね、これ車庫がかっこいいんで ね車庫に合わせて車も買い替えたりする。だって実際買い替えるのだよ、私の車入れられないよこれ。いや、私の車も実際入れられないって。これなんかもうサンプルがもうだってねえ、高級車ですもん。本当ですね、入れたくなりますよね、こういう。じゃあぜひあのお車もセットでね。そうですね、車もセットで。あ、車は使ってなかったですか。車は使ってないですね。すみません。じゃあどちらかでご紹介いただいて、いや普通の駐車場だってさ、はい、こういうのがあって屋根があったらさ、うん、普通のほら止めてるとものすごい暑くなるじゃない、夏なんか。ああ、そうですね。ねえ、そうですよね。それを考えると日があるだけで違うんだから、うん、ねえ、でその暑くなる分が結局電力になっちゃうわけだからね。うん、そうですね。これはぜひあのこれから、まあ、家を建てられる方、それにちょっと、うん、ちょっと欲しいなって、ちょっと車のためにも欲しいかなっていう方なんかで、こちらお庭ちょっとこれサイズとかは、これはたまたま2台分になってますけど。そうですね、あと一番、ね、1台分と2台分ですかね。はい、使われてるとですね。じゃあ家建ててもらえるし、庭作ってもらえるし、車庫もやってもらえるし、はい、そうですね、もう何でも何でもやってますんで。すごい。そして、え、除染のアドバイスもしてくれる。そうですね、はい、町のあの放射能の除染の業務もやらせていただいておりますので、はい、町のお墨付き、はい、そうです。じゃあちょっとさっきちょっと出し惜しみした上半分を。どうなんですか、今那須町の方も除染の状況というか、結構進んでるんですか。そうですね、もう、まあ、3分の2ぐらいはもう、はい、終わってるような状況ですね、はい。これのね、除染のあの制度だと業者選べないんだよね。あ、選べないです。あ、あるんですよね、2つ流れがありまして、国の方のものと町の方のものがあるんで、
お金出す方だとなんとかなるんだけど、うん、お金出さない方まで全然選べないんですよね、業者さんは。うちもお金出さないで工場の方だけはやらせていただいてる。あ、そうなんですか。はい、町の方の業務なんですけど、だから町の方から勝手にどこの業者っていうのが来ちゃうんですよ。ああ、やっぱその地域によってやっぱちょっと違いますよね。ありがとうございます。でもやっぱりこの除染の業者さんとかもまあね、自分のうちの敷地内ね、いろいろ入ってきてごちゃごちゃやってもらって、しかも長い目で考えないとこれ意味ないですもんね。そうですね、なんか適当にガチャガチャかき回して砂利撒いて除染しましたってあれだってね、目に見えないから分かんないから、やっぱこれも信頼できる人にねやってもらわないと。そうですね、そして、記念樹、思い出の草花と、これあの、あれですかね、庭の手入れの方に入りますかね。あ、これお、これなんかユンボに名前入ってますよ。ああ、私の会社の名前をこういったカッティングとかも、ね、作っていますね。あ、私のところで。あ、そうなんですね。はい、これみんなカッティングです。あ、なるほど。じゃちょっとバスとかに、ちょっとまあ仕事からバスがあるんですけど、そうですちょっと仕事からバスがあるんですけどってのもあるんですけど、バスにこうなんか文字入れる、そのカッティングとかもやっていただけるんですか。いいですね。それは書体もいろいろあります。あ、結構それは自由に選べるんですか。そうですね。あとフリーハンドで私に書いてみたりとか。フリーハンドでもやるんですか。こういう書体がいいですねなんて言われたら、イメージして何通りか書いて、それをカッティングで。そうですね。お客様に見てもらって、ああいいですよ、お城さん、これはちょっと今、お城さん、これいいですよ、お城さん、センスがいいね、センスがいいね。ほー、じゃあちょっと他にないか、もう文字が入れられるわけですね。あと筆で書いたりとか、そういう書体がいいっていう人って中にもいるんですよね。あ、筆で書いたりとか、それをシートで。そうですね。それを写真に撮って、まあ、印刷するような形なんですけど。何でもできちゃいますね。そしたらもうなんか。そうですね。何でも嫌です。写真、例えば写真で何か撮ったものを、はい、カッティングで。そうですね、はい。シールもできますし、印刷して、こう、テント生地みたいなのにもできますし、何でもできますね。すごい、なんかいろんなイメージが湧いてきちゃいました。じゃあちょっとね、パート2の最後に、保険ってどんなのやってるんですか。保険いや、せっかくだからね、保険もどんな感じが。さっきまで声が大きかった人急になんか振られると押しとやかになってます、まあ、やっぱりね、あのお家建て新築で庭の手入れ、はい、っていうことで、やっぱりあのそこに住む方のやっぱりです、ね、健康を守るっていうことで、はい、コンサルティングさせていただけるといいかなって。すげえ。トータルサポートですね。素晴らしい、最高です。こちらで、じゃパート2の方は一旦こちらで、はい、また次ちょっと3の方でご紹介させていただきたいと思います。また全然ね、驚く話が飛び出してくると思うと。そうそうですね、はい、楽しみです。ハッピーライフ。なんだっけど、こんな
皆さん朝ごはんってちゃんと食べてます？はい、食べてません。あ、食べてません。はい。張り切って食べてません。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 はい。食べてます。朝ごはん。大体かな。大体。食べてます。その中のタイトルがスポーツ栄養、スポーツと栄養っていう講義を受けさせていただいたんですね。日本体育協会の公認のスポーツ栄養士さん、栃木県で3人しかいないそうなんです。栄養士さんっていうのはたくさんいるんですけど、そのスポーツ栄養士っていうのは栃木県では3人しかいないということで、でいろんな大学とかでも引っ張りだこで、今千葉の方のサッカークラブの専属の栄養士さんもやられてるという方の先生のお話を聞かせていただいたんですけども、まあ、その方は特にはスポーツ栄養ということで、先日オリンピックの 水泳の選手のそれ水泳じゃない？クロールなんか全国でやってたりとかしてですね競技力向上のための3要素ってことで、まあ、もちろん運動練習とあとは睡眠休養ですね。あと大切なのが栄養っていうことで、その栄養で、まあ、私もあまり朝ごはん特に大人になってからあまり食べてないんですね。子供の頃はやっぱりこう、まあ、なんとなく食べる習慣はついてたんですけど、だんだんこう忙しくなってきたりして食べてないんですけども、まあ、朝昼晩特に朝ごはんっていうのもとても大切だということで先生がおっしゃられてまして、で特に理想的なご飯の栄養のフルコース型っていうふうに先生が言ってたんですけど、まず一つが主食、パン、ご飯、麺とかの主食があり、二つ目がおかず、主にタンパク質のおかずがあって、三つ目が野菜で、野菜も火を通したり野菜と生野菜と両方取った方がいいみたいなんですね。であとは、果物、果実とあとは牛乳で、この果物と牛乳に関しては主にはどちらかというと成長期の子供が主にとってくださいねということみたいで、大人に関してはそんなに毎食毎食っていうことではないみたいなんですけども、特に今日はですね、その中でも主食の炭水化物についてなんですけども、よくスポーツやるときに健康でしたよね、やってましたね、はい、スポーツ前、例えば試合前は炭水化物、試合後はタンパク質ってよく聞いたことないですか？ない。話し合わせればいいんだろうけど。私もちょっと仕事柄よくこう子供たちに試合前は炭水化物よ、試合後はタンパク質よって言って、結構試合が終わった後の差し入れに肉まんなんか持ってったりするんですけども、はい、で、まあ、その試合前の炭水化物っていうところに関しては脳にブドウ糖をこう炭水化物って送ってくれるんですけど、運動する時のそれがエネルギーになるものなんですね。走ったり蹴ったり殴ったりはしないか、なんかこうなんかこうねいろいろやると思うね、まあ、ボクシングだったら殴りますね、てかそういういろいろこうそういう、こう、あとはこう、持久力にも、持久力、マラソン選手とかも持久力大切だと思うんですけど、そこに大切なのがその炭水化物の糖質なんですね。で、まあ、今もスポーツに関してっていうことで言ったんですけども、これって脳を正常に動かす唯一の栄養素がそのブドウ糖らしくって、例えば朝ごはん食べてない子供がよく午前中の授業で集中力がないとか、あとはこうイライラしちゃうとか、そういうのでこう授業に集中できないっていうのは結構統計を取ると朝ごはんしっかり食べてないお子さんに多いみたいなんですね。で、こういった、満腹中枢が保たれるのって食事をとってから5、6時間までらしいんです。
なので朝ごはんを例えば7時8時とかに食べた後に学校の給食でご飯食べて、ちょうど5、6時間後に食べて、で次が夕飯になると思うんですけど、ですね、統計を取った時に夕方の5時から6時って一番怪我をしやすい時間帯なんです。魔の時間と言われてるらしくて、ちょうどお昼ご飯食べてから消化された時間になるみたいなんです、ね、その時に集中力が欠けちゃうので怪我しやすいっていうのは判断力とかがちょっと欠乏するらしいんです。なので例えばこういったらあなんかぶつかるなっていうところがちょっと注意力が散漫になっててポンポンとぶつかっちゃうとか、まあそれは私は普段はいつもなんですけど、そういうところです、ね、誰も言ってないしなんかちょっといやいつもだろうみたいな心の声が来たのに、はい、そういったことで、まあ、お子さんに関しては、まあ、例えば最近なんか学校の先生から集中力ないですとか勉強成績が落ちてるんだよねって言われちゃったっていう時は、お子さんに帰ってきた時に勉強とか塾来なさいとかっていうよりも、まずは朝ごはんをしっかり食べさせて、ちゃんと夜は寝かせてあげるということをしてあげた方が、勉強言うよりもよっぽど効率がいいので、ご覧のお父さんお母さん、ぜひ朝ごはんをしっかり食べさせてあげてください。特にお米がいいそうです。お米を食べさせてあげてください。でこちらはお子さんに関してなんですけど、よく最近大人の炭水化物ダイエットで結構やられてる方が多いと思うんですけど、私も先日初めてその講習会で聞いたんですけど、炭水化物ダイエットしちゃうとそのブドウ糖が脳に送られないので、脳がなんかこう飢餓状態になるらしいんですね。こう足りないという状態になってしまって、そうすると何が起こるかっていうと、その飢餓状態になった時に一気にブドウ糖を上げるものを欲しくなるんです。だときにすぐ上がるものって何だと、すぐパッと上げられるはすぐ答え言うんですけど、あの砂糖類とかみたいな甘いものが一気にパッと上げるので、特にあなるほどと思ったのが、よく女子高生とかでお弁当箱がちっちゃい子とかでお弁当ちょこちょこっと食べて終わりにしちゃう子って、だいたいお弁当食べた後にお菓子取り出してお菓子食べてる傾向があるらしいんですね。結局はまあ足りてないっていうことなので、まあ朝食を食べないってことは脳にブドウ糖が行き渡らないので、結果集中力がなかったりイライラしちゃったり、まあ、これはもう会社勤めされてる方も一緒だと思うんですけども、私よく会社勤めしてる時に机の引き出しに必ずチョコレート入ってたの。結構でも聞くと私だけじゃなくて多いんですよ本当に。自分をかばうわけじゃないんですけど、本当に多くって本当に引き出し開けるとチョコレート入ってる女の人って多くって、で朝ごはんで聞くとやっぱり朝ごはん食べてなかったりするんですね。なのでそういったもので補っても、結局はお米とかの糖質は動ったりすればすぐ運動エネルギーになるんですけど、チョコレートとかお菓子類って結局は、まあ、ほぼ油なので運動しても消化はされないので、まあ、一緒とちゃんと朝ごはん極力ですね、私も含め朝ごはんをちゃんと食べて、午前中から活動的に脳もちゃんと働かせてした方がまあ効率がいいかなっていうことで、私も明日から気をつけます。明日から今日気をつけてもらって今日ですね、朝ごはんを食べてどうしてもこう夜型なので、朝が遅いんでどうしても朝昼兼用になっちゃうんですけど、そういう場合はちょっと軽くでもいいんで、やっぱりちゃんと食べてから仕事スタートした方がいいみたいです。まあ、あとは朝はノンアルコールの方がいいと思うよ。あ大丈夫です。はい、そんな感じでした。まあ、お忙しい、いつ寝てるのかわからないんですけど、大島さんとかは結構夜型も朝型もないですよね。朝4時、2時ぐらいに起きてる時もありますもんね。寝ないで、そうですね、寝ないで出かけるのも多々ありますね。ありますよね。ありますね。なので運転とかも結構長距離されると思うので、はい、ちょこっとこうおにぎり食べたりとかしながら、こう食べると眠くなっちゃうんですよ。あ、なるほど、はい、
めてる最中にも、眠くなっちゃうんですよね。それはですね、夫人が疲れているらしいですね、こう。そうなんですか。3日疲れてると、眠気が来ちゃう可能性もあるみたいなので、まあ、眠くなる。私、眠くなる、車運転してて眠くなると食べるんですけどね。スルメ、スルメ食べた意味がない。あ、スルメいいんじゃないですか。スルメ、このそうですよね。動かすと刺激になるんですけど。私、顎関節症で今、肉類とか食べられないんですよ。食べたいんですけど。あ、本当ですか、あらら。口も開けられないんですよね、今。なんか滑舌も悪くなったよ、だいぶね。大丈夫です。OK。大丈夫ですか。大丈夫です。聞こえます、聞こえます。そうですね、もう半年ぐらい、もう口がなかなか開けられなくて。ね、医者通ってるんですけど、治りませんね。歯医者さんですか。そうです、はい。歯の歯並び矯正すると顎関節治ってくる。あ、そうですね。なんか親知らずを抜いちゃって、なんか上と下の奥歯のですか、噛み合わせがなんか違うとかって言ってましたけどね。それでなんか、ずれて、顎がこうなってんだかなんだか知らないですけど、そう言われました。私もね、口開けると、どちらだけからね、カクッと。一緒です。なりますね。あるある。あります、あります。どうしてもこう、片側だけなんだよね。カッてなるんですよね。そうなんです、わかります。カクッて。私もあの歯医者さん行った時に頑張って口開けすぎて一回パクンって閉じたらもう1ミリしか開かなくなったんですよ、口が。1ミリ、本当に1ミリでした。1ミリしか口が開かなくなっちゃったんで、こうゼリーとかを隙間から2日ぐらい隙間からこう注入したことがあるんですけど。そうじゃないな。わかりますね、わかります。こんなのもらいますが、できるだけ朝ごはん食べてください。本ですね。はい。終了です。レディオアクアス。那須野原ピープルパート3! あ、なんか出てきましたね。はい、お次出てまいりました。こちら、なんか告知されたいことがあるね、たくさん。そうですね、はいはい。じゃあ日にちの近いものから、結構遠いもの8月とか。ああ。じゃあ日にちの近いものから、はい、そうですね、はい、はい。まずこちら、じゃじゃん、こちらです。じゃじゃじゃん、那須サイクルフェスタが6月20日から、はい、28日まで、9日間ですね、那須町でやりますので、ぜひともお立ち寄りください。よろしくお願いします。今週の日曜日ですか、21日。はい、はい。で、まあ、大田原ふれあいの丘で、そうですね、ロードレース、開催します、はい。そちらの方にもぜひともよろしくお願いいたします。これは、はい、なんか走る場所っていうのは、この、ずっと大田原の方は、ふれあいの丘、ふれあいの丘をスタートして、またふれあいの丘に戻ってくる、ね、そうですね、からライスラインを、どこまでこれ行ってるんですかね、ちょっと分かりませんけど、この地図じゃ。佐久山の、そうですね、ゆずかみ方面で、ええ、ね、うん、サクッと言ってサクッと帰ってくるんですね、たぶん。で、来週27日ですかね、はい、27、28と那須町、中心部の那須町黒田原で、開催します、はい。結構通行止め区間があるんですよね。そうなんですよね、町内はみんな多分通行止めにはなると思うんですけども、うん、はい。これは何だろうね、
応援に行くのコツみたいなのって何かありますかね。応援のコツですか。だって見に行っても、はい、ビュン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 って通り過ぎて、うん、しばらく来ないっていうの寂しいですよね。ああそうですね。ガといったら車で移動しながらっていうのも移動もできないと思いますので、うん、でもこのコースであの15周ぐらいは走ると思うんですよね。一周じゃないんですか。一周じゃないと思います、うんうん、はい。はあ、じゃあそこにいれば見られるわけですね、何回も。そうですね、こう走る姿が、はい。一周どのぐらいになるんですかね。こっちは距離書いてあるんですけどね、 12.4 キロとか。那須町の方はちょっと書いてないですね。でも那須町の方が長いですよね、コースね。そうですね、こう見ますとかなり違いますよね、コースは。でも初日の大田原の方で12キロっていうことはロードレースのスピードで走ってて12キロだったらば結構回ってくるのかな。うん、そうですよね。あのふれあいの丘通るから、多分ふれあいの丘の駐車場とか入れると思うから、はい、あそこだったらばまあトイレとかもあるし長時間ゆっくりね見てられるんじゃないのかな。うん、そうですね。こっちは分かんねえな。こちらってエントリーされてる方って一般の方なんですか。一般、そうですね、一般の方からとプロ、はい、全国大会なんで、はい、全国大会、はい、全国大会、全日本選手権大会を我が町、那須町の黒田原で、ね、結構じゃあ大きなイベントですよね、こちら。そうですね。でこちらに弱虫ペダルってイベントですかね、これは、はい。結構その期間中にゲストの方がお越しになったりとか、はい、イベントがあるんですね、日によって、はい、ありますね。これがあの私の町のキャラクターなんですけど、あ、クロロ、クロロ、はい、大間さんの、はい、大間さんのクロロ、クロロちゃん、クロロちゃんですね。なんかクロロちゃんももう一体買いまして、あ、買いまして、あ、なるほど、2体に増えて、あ、ね、そうですね、現実的なのその1体の方に私がこれから入ろうかなと、あ、おー、ね、で各種イベントに、あ、ね、あ、なるほど、クロロちゃんをそうですねお借りして全国は歩き回ろうかななんて。クロロちゃんは喋っていいキャラクターなんですか。これ喋れますよ。喋っちゃう。喋、はい、って踊れる。あ、喋って。ええ、クロロちゃん。そうですね。ええ、なんとなくあの動き方を見れば大島さんかどうか分かりそうな気がしますね。分かりますね。ええ、まあこういったゆるキャラとかも、はい、はい、会場にいるわけですね。ええ、います。ぜひよろしくお願いいたします。次がロードレースですかね。はい、ロードレース、はい、はい、ロードレースの方があの7月の12日にやっぱ那須町で開催されます、うん、ね、こちらのアロングライドですね、うん、はい、そうです、はい、これ結構あれですよね、一般の人も、一般の人、ね、そうですね、はい、練習、ええ、練習、自転車なんか乗ってね、ええ、うん、トレーニングとかって言ってやってるな、これだ、はい、結構本当ここ2、3年ですかね、うん、ね、そうですね、自転車乗ってる人見かけるようになりましたね、はい、ね、多いですね。すごいな、これ赤いコース、うん、オレンジが一番長いの、これは。そうですね。何こんなに走るの、ええ、いろいろこれ経由するとこ違いますよね、なんかいろいろルートありますよね、これ。あー、なるほどね、はい、なんかそれによってあの距離が全然、一番長いところで 94.9 キロも
ライドするんですかこれ。うわアシスト付き自転車とかダメですか。いや欲しいですね。標高差まで出てるんですね。そうですね。標高差、はい、これ標高高くなるとやっぱりある程度負担もまたかかってくるんですか。そこまでの標高じゃないですか。そこまでじゃないですか。標高差でもありますね、これ。あとまたこうグルメもやっぱ楽しめるようになってるんですね。やっぱそっちですか。あ、そう。食べ物に入れない。それが7月の12日に、はい、開催します。コースのタイトルがすごいですね。はい、ヒルクライムとかそういうのは分かるんだけど、一番下がファミリー場所を苦行とかできる場所苦行75。何ですかこれ。すごい、75キロ70。ああ場所が歩んだ歴史のなんかこうあれですね、歴史丹波里山コース。あーなるほど。おーじゃあ足の方行く。あー、まあ、いろいろこうコースも選べて楽しそうですね、本当ですね。そうですね、まず、まあ、最初の方はファミリー向けの初心者向けのコースから、上級者向けのヒルクライムまで。そうですね、いろいろ選べるわけですね、はい。私この日あのボランティア活動で、会場の方にいますんで、もしよろしかったら参加してみてください。7月12日です、はい、はい、よろしくお願いいたします。そしてもう一 つ、こちらですね、はい、ファイティングビアガーデンがですね、8月の27日から29日までですね、はい、宇都宮オリオン通りのオリオンスクエア、はい、はい、まだまだ先なんですけども、はい、プロレスラーの大仁田敦さんとか、高山さんとかが、来て、そのオリオンスクエアの中であのリング会場を作り、そこでプロレスをすると。はい、それでこれね、あのファイティングビアガーデンって言ってもプロレスする人が飲んでるわけじゃなくて、この会場で売れたビールの利益が寄付されるんですよね。はい、別に飲みながらプロレスやるわけじゃなくて。そうですね、養護施設、養護施設とかに寄付されるわけですね。その売上金を、ここがビールっていうのがなんか面白い発想だよね。そうですね。これは何か申し込みをするんですか。観覧するのは自由に行っちゃっていいの。自由に。そうですね。あ、はい、あ、ですね、ビアガーデンだから。そうですね、はい、これでも飲みながらプロレス見たらヒートアップしちゃいそうですよね。大丈夫私ヒートアップしますよね。ヒートアップしちゃいそうですね、盛り上がりそうですね、これ。盛り上がりそうですね、はい、私もこの3日間は、そちらの方にいますんで。飲みっぱなし。はい、いや、どうでしょう。言うとね、3人しかいないからね。タッグ組むとなると1人足んないよね。そうですよね。メンバーはいっぱいいるんですけど、はい、います、います、いますけども、たくさん出場される方が、そうなんです、います、はい、結構いますよね、たくさんね、いますね、何で見たんだろう、フェイスブックかなんかで見たのかな、はい、そのプロレス団体が、ゼロワンさんって言います、はい、そうですね、時間帯は何時ぐらい、時間帯はですね、夕方4時30分から、はい、8時30分までですね、はい、開催してますんで、8月27日、28日、29日の3日間です、よろしくお願いします。まあ4時半からなんでね、もし
若ちゃんに会いたいっていう方は5時前に行かないと出来上がっちゃうと思います。早めの時間にね。はい、一気飲みしてもすでに潰れてる。潰れちゃダメですよ。なるべくこう長くたくさん飲まないと、それ寄付金のためにビール飲むの。酔いたくて飲みたくて飲んでるわけじゃないの。寄付のために。趣旨がちょっと。勘違いです。はい、皆さん長くゆったり飲みましょう。はい、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、レディオアクアス。イベント情報局ということで、ジングルが入るたんびにね、今日のゲストさん歌ってくれてるんですよ、ここで。はい、今週は、音楽のイベントじゃなくて、黒羽のアジサイ花祭りがね、今週末から、始まります。綺麗ですよね。これは、4月の12日までということで、まあいろいろぐるぐる回りながらね、歴史のある黒羽のね、街並みとともに楽しんでいただければと思います。この情報はホームページとかフェイスブックの方でも、ご覧いただけるんでね、ぜひ、行ってみてください。そしてどうしようかな、来月のおやつより先にカレーの話いく？あ、20日のいいですか？あ、どうぞどうぞ。以前ゲストで来ていただいた隠居の間さんなんですけども、普段喫茶店なんですけども、この日はなんかタイカレーランチ、完全予約制で11時半から2時半まで1800円ということです。あ、風林さんっていう方がなんか料理されるらしいんですけども、で予約先はですね、090-1836-3698、またはフェイスブックで探してくださいということです。それから20日の夜なんですけども、西那須野のレッズさんで、ザ・ヒューマンっていうバンドで、ボーカルが坂本健さんだと思うんですけども、坂本健さんはレディオベリーですよね。で、東京タワーという曲がトップなんか取って、それでメジャーデビューされたんですけども、最近ちょっと活動を休んでたみたいな、久しぶりにやるということで、でオープニングアクトが八代篤さんが出られるということで、6時半会場、7時開演、1500円で、ワンドリンク代別ということです。以上です。はい、じゃあコウさんのカレー情報。はい、あ、すいません、先月また完売しました、ありがとうございました。先ほどもなんかタイカレーってちょっと言ってたんですけど、今月はですね、ガパオライスって聞いたことありますか？ちょっと台風に混ぜて食べる、ああいう感じのちょっとカレーを作ろうかなと、一応模索しております。一応そういう方向で、ちょっと上に乗っけるタイプ、トッピングするタイプのカレーを作って、ベースのカレーをちょっと上に乗っけるのがちょっとスパイシーになると思うので、ちょっとフルーティーな甘めのカレーで、ちょっと2つ味わえるようなタイプにしようかと考えております。すごい、今月はプレッシャーですね。かぶっちゃったね。いやいや、そうです、先月の方がすごかったから。ああ、先月、ありがとうございます。結構評判良かったので、あとですね、ちょっと最近ですね、ゲストでも来てもらった小山田さん、桃農園の、ちょっとこの間桃を買いに行ったんですけども、一応予定としまして8月にですね、桃のカレーをやることになりましたので、食べてみたい、ちょっと楽しみ、楽しみしてください。楽しみですね。よろしくお願いします。はい、そしてですね、7月に入ってからのライブ情報がちょっとポンポンポンと続いてありますんで、7月の3日金曜日、塩場ライブ、藤谷さんのね、塩場ライブですけれども、7月3日は金曜日になります。金曜日の午後8時スタートということで、演奏は70年代のフォークソングをね、もう
がっつりとしとしとと聞かせてくれるエバーボーイさんがなんとね登場するということで、はい、入場無料となっておりますんでね、ぜひ仕事帰りとかちょっと寄り道には遠いかもしれない人も多いけれど、まあね、塩原の夜ちょっと楽しんでみたら、いかがでしょうかということで、あとは先月の塩原ライブの方で限定販売した不二家さんのカレーね、あれがまあ、ライブ当日の皆さんのご意見で合格とかっていうよりすごいレベルだったよね、やっぱりね。ちょっとこれはね、びっくりした、ある一つの、まあ、完成形に近いのかなとね。まあ、コウさんがね、ちょっと待って、カレーはそんな甘いもんじゃないんだよね。そしてこの塩原ライブのね、チラシの下の方にですね、夏の塩原のイベント情報がちょっと載ってるんですけれども、7月の12日、藤屋さんの方はね、その那須のロングライドの方に、自転車漕ぎに行っちゃうんでね、お店は休みなんですけれども、その藤屋さんが休んでる間に藤屋さんの店頭を那須ロワイヤルキッチンがジャックしましてですね、あのお店を開くっていう、なんでこれがイベントなんだってわかんないですけど、あと7月の18日が、塩原ライブの、三味線です。そして8月の1日が塩原ライブでフォルクローレをやります。8月の14、15は塩原温泉夏祭り花火大会&ライブということでね、毎年大変盛り上がっております。そして8月の23日が温コン祭の2015箱の森プレイパークになっておりますけども、第1回目のチラシがですね、この8月24でちょっと出回っちゃってるんですけど、まあこれはフェイクということでね、まあ、お楽しみください。楽しんで24日に行っちゃったら大変だよ。そして翌日ですね、先週もご紹介しましたけれども、志賀明宏さんのね、コンサートが、はい、コンサートが、那須の弦楽亭であります。これは、来週もう一回ちょっとねご紹介させていただきます。そして、7月の12日、音祭り、温根祭のプレイイベントということで、音祭りを、里の方に降りてきて、那須のアウトレットの近く森屋さんの方で行います。7月の12日日曜日の11時から夕方の4時まで入場無料ということで、この時はアルゼンチンフォルクローレダンス、ダンス来るんですね。そしてもうね、南米というと最近ここら辺でも浸透してきたんじゃないかなと思いますけども、アサードももちろん出ます。ということでこれもまたねご案内していこうと思います。そして最後に八板の情報ないです。8月にあります。あ、8月までないです。いいでしょうか。はい、どうぞ。急遽決まったんですけど、7月1日の水曜日なんですけども、ここからほど近い、風来坊という居酒屋があるんですけども、そこの2階がライブスペースになりましたので、それの一応こけら落としイベントで8時からライブをやるようでね。ホコブルーさん、はい、ホコブルーさんなんか多いよね、そういうオープニングとかスタートとかさ。多いっすね。多いっすね。やっぱり縁起物なんすよ。それしかね、8時からやるしか決まってないんで、マフーライブフラッシュさんらしくていいんじゃないですか。よろしくお願いします。はい、あれ、若ちゃんのイベントとかね、ですね、まだ細かくは決まってないんですけども、7月の25日の土曜日に、うちの方でヨガの講師をしていただいているこちらだとねねさん、平子場先生が、主となって、ちょっとイベント、プチ体験フェスタというものをやります。10時から15時、時間帯は決まってるんですが、内容としてはヨガの体験だったり、エアーヨガとか、あとは、
何でしたっけ、バイオンのクリスタルボールを聞きながらのヨガとか、あとはとちょこちょこっとこう癒し系の、なんか見せて癒し系のカウンセリングコーナーだったりとかを設ける予定でおります。ちょっとまだ出展内容がですねしっかり決まってないんですけども、今回ちょっとそのねねさんの方でちょっとイベントの開催していくので、私もちょっとサポートしていきたいなと思います。場所は AS 栃木フットサルパークで行いますので、はい、また詳しく決まりましたらご案内させていただきます。はい、ということで今週もイベント情報以上とさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。レディオアクアス、なんかカラオケにしてこれプレゼントしましょう。車を運転しながらとか。でもこれ短いからこれリピートしてやったら大変だよね。やっとすね。アレンジしていただいて、ね、ロングバージョンのこうなんか歌抜くのできるんだよね。あーできますね。今度やります。いいですね。じゃあ今度入れていただいて。本当ですね。はい、じゃあまあ最後にね、ちょっと時間ありますので、あのカメラの向こうの皆さんに、はい、訴えたいことなど。訴えたいこと。いきなり、まあ、そうですね、ビアガーデンですね。こちらですか。8月、はい、まあ、宇都宮のオリオン通りなんですけども、オリオンスクエアで開催しますので、ぜひぜひです。8月17、あ、ね、すいません、27、28、29ですね。夕方4時30分から8時30分まで、はい、開催してますので、ぜひ県北の皆さんいらしてください。よろしくお願いします。あとね、大島さんにね、はい、会いたいっていう方はぜひマジックと色紙を用意してね。誰もいないと思いますよ。元気をもらえるような何か書いてくれると思います、うん、きっと、はい、元気があれば何でもできます、はい、そう思ってます、はい、ね、ここに繋がってきますね、そうです、はい、よろしくお願いします。はい。はい、今日はじゃあテンション高々にお送りいたしました。では皆さん